放送席スワローズファンの皆さん、ヒーローインタビューのお時間です。今日のヒーローは19歳内山選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。お立ち台からの景色、今どんな気持ちですか？はい、すごく嬉しいです。見事な勝ち越し、3点タイムリーツーベースでした。感触いかがだったでしょうか？まあ、なんとか芯に当たってくれて、外野の頭も越えたので、すごく良かったかなと思います。8回は川端選手代打で出てきてヒット、そしてオスナ選手の同点タイムリー。バッターボックスに向かうまでどんな心境で見守ってたんでしょうか？まあ、なんとか、いい形で、前のバッターがつないでくれたので、自分もなんとか後ろにいい形でつなぎたいなと思って、打席に入りました。満塁の場面、ゲレーロ投手速いボールで2球追い込まれてから、狙い球というのはどうだったんでしょうか？もうまっすぐ1本で、はい、狙いました。打った瞬間はどんな気持ちでした？もう嬉しかったです。一塁ランナーの長岡先輩が必死に走ってホームで戻ってきました。いかがでした？もうちょっと余裕で帰れるかなとは思いました。ちゃんと走ってもらいます。長岡先輩が帰ってきて3点タイムリーとなりましたね。はい。内山選手、はい、改めて2年目です。今年の活躍どう感じてますか？まあ、すごくいい経験もさせていただいて、こういう機会をいただいていることに感謝して、これからも頑張りたいなと思います。そしてスタメンマスクをかぶりました。今日は初回は点は取られましたが、それ以降見事にゼロを並べましたリリーフピッチャー。リード面は自分の中でどうでしょうか？まあ、しっかり反省するところは反省して、これもすごくいい経験になったので、次に生かしていきたいなと思います。さあ、今日の内山選手の活躍で交流戦も含めて5カード連続勝ち越しです。内山選手から見て今どんな状態ですか、チーム？すごく、雰囲気もいいですし、いい状態だと思います。内山選手はちなみにどんな気持ちでいつも試合に臨んでるんですか？まあ、なんとかチームの勝ちに貢献できるように、本当に必死にやってます。今日もこのカード勝ち越して、明日はライオンズ戦です。先発ピッチャー小川投手、ぜひ明日に向けて意気込みお願いいたします。明日からもまだまだ続くので、しっかりこの交流戦しっかり全員で戦い抜いて優勝できるように頑張りたいと思います。ナイスリード、ナイスバッティング、内山選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。